手の輪になっている方を自分側に向け、左の肩にかけて止めておきます。左手を後ろに回し、帯を押さえ、帯を胴に巻いていきます。一巻きしたら右脇でぐっと締めます。二巻き目に帯板を入れます。先ほどと同様に巻いて右脇でぐっと締めます。帯を前で留めておきます。手を肩から外し、背中側に倒します。右手で手の根元を持ち、右脇まで引きます。左手で手のお尻あたりを持ち、左の腰まで引きます。交わった3枚を留めておきます。帯の上にできた三角を帯の中に入れ込みます。前で留めていた帯を後ろに回し、手を前で留めておきます。後ろで帯を広げます。帯枕に帯揚げをかけます。帯枕の山を下に向けます。帯枕の平らな面を帯の裏側に当てます。手首を返し、帯枕の山が上になるようにして、先ほど作った土台の上に乗せます。帯枕の紐を前で結びます。結んだ紐を帯の中に深く入れ込みます。帯揚げを前で仮結びしておきます。帯の裏側に腰紐を当てます。人差し指で帯を内側に折ります。片手で腰紐ごと帯を押さえ、そのまま手を体から離し、反対の手で残りの帯を託し上げます。垂れの長さを人差し指1本分の長さになるまで調節し、前で腰紐を結んでおきます。前で留めていた手を外します。仮紐を伝ってお太鼓の中に手を通します。お
太鼓の中に手の上から帯締めを通し、緩まないようにしっかり結びます。帯揚げをきれいに結び直します。帯揚げの余った両端は小さく畳んで帯の中に入れ込みます。仮紐を外し、クリップを取ります。お太鼓を整えます。